はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。エリートターンスキッパーのリュウです。さあ本日なんですが、手札1枚から、相手のターンをスキップしていこうと思います。またね、お気に入りのこのゲルドグラループを使っていくんですけども、まあ、ゲルドグラって何でもね儀式召喚することができる最強のギミックをね搭載できるよという話は何回もしてるんで、まあもういいかなと思うんですけども、儀式モンスターにはですね、相手のメインフェーズで一応スキップするモンスターがいるんですね。はい、それがこのアモルファタサイコというモンスター。これ儀式召喚に成功しただけで次の相手のメインフェーズ1をスキップするとかいうなんか地獄みたいな効果してまして、でこれで相手のメインフェーズ1をスキップすると、であとメインフェーズをね、2スキップするかバトルフェーズをスキップすれば相手のターン完全スキップできるんで、まあ、どうやってやっていったらいいかなという話なんですけども、今回はこれ、チャクチャルはこれでバトルフェーズをスキップしていきます。はい、これバトルフェーズ守備表示存在する限り相手はバトルフェーズを行えないということなので、メインフェーズ1スキップされた上でバトルフェーズがスキップされるともうメインフェーズ 2にも入れずに、エンドフェーズになるという遊戯王の仕様があるので、こいつを出していきたい。で、出していくためのギミックなんですが、墓地に、ベアトレイチで叩き落として、でデュアガレスで蘇生するという動きをしていきたいんですが、これエクシスモスターなんですよね。なんで、これレベル 6×2、 これがレベル 4×2 ということで、クソ適当にレベル6、2を並べてレベル4並べて、エクシス召喚していくだけでいいということで、そういうこういうね、なんかね、まあなんかどんなギミックでも理論上はゲールドグラがステルスでもいけるんですよ。というわけで、今回は、アモルファクターサイコでメインフェーズ1をスキップし、チャクチャルアで、バトルフェーズをスキップするというゴミみたいなギミック、これをなんと手札1枚から成立してしまうという現代遊戯王の闇、これを見せていきたいというふうに思ってます。早速やってみましょう。デュエル3倍。なるほど、何の誘発ケアもないけど、とりあえずヴィーナスだけ召喚するわ。これ一応裏を打たれても大丈夫。大丈夫、なんもないね。オッケー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 、チャンス到来。ヴィーナスにね、なんかうらら打たれることを、まあ、たまにあって、なんか、それで貫通できるみたいな時あるんですよね。ええ。まあ、それがなかなかね、面白い、遊戯王の面白いところでありますけどね。ヴィーナスが、大事ありませんって言って、急に生き生きしてくるってね。はい。最近のクソデッキ製造工場長、このギミックしか使ってないけど、これ大丈夫かな、これ。まあ、このギミックでね、このネタをこすり倒せるのであれば、このネタをこすり倒していこうというふうに思ってるんですけどね。はい。アークデクレーラー君の効果を発動して、まあ、とりあえずですね、まあ、いつも通りの展開っちゃ、いつも通りの展開なんですけども、まあ、ゲシを無限にサーチする、コンボを成立させに行きましょう。これ本当にね、バトスバスターとかいうモンスターめちゃくちゃ優秀ですよね。マクティアルとバトスバスターがしかもなんかチューナーなんで、これもね、めちゃくちゃ優秀。だから、なんかそのシンクロ召喚、まあ、儀式も召喚のギミックにシンクロ召喚をかませることができるっていうのも非常に優秀だし、あとモンスター横にめちゃ並ぶっていうのも、まあ、これ非常に優秀だしね。これとてもね、強いですね、これは。このギミックはね。で、戦士にしないといけないので、マップでやるとギガンティックスプライトで、あ、違う、ギガンティックスプライトはエルフとスプリントがリンクスワにできないから、リンクスワにできないから、それをリンクスワにするためだけに入ってます。はい、それだけです。それだけなのマジでやばいけどね。会話を持ってきて、これは後で儀式出題にします。で、リプロドクス君を出しまして、ちょっと粘土洞窟装置ちょっと引いちゃったので、まあちょっと1個手間増えるんですけど、あとでモンスター出していきましょう。ちょっとね、なんだ、敷いてると若干ね、手順が多くなるんだよね。儀式モンスターちょっともう1回出しに行かないといけなくて、その墓地から回収する動きをしないといけないんで、まあ、とりあえずこっからね、ひたすらに下肢音差サーチしていきましょう。でとりあえずだいぶ、パーツ揃ったんで、これで弁天効果発動して、ゼラディアス持ってきて、
でゼラディアス効果発動してぶん投げて、でフィールド魔法持ってきて貼って、チューナーをもう一回供給します。これバロネスを出しに行かないと、あのワンチャンね、そのハカアナとか、ハカアナはないか、なんか無限抱擁とかでターンスキップできなくなっちゃう時あるんですよね。だからまあ一応なんか何かしら何でも無効にできるバロネス君は一応いてもらった方がいいというところで、105秒これ時間足りるかな、やばくないか、時間大丈夫かな、40秒しかないけどとりあえずアモルファクターサイコを出しまして、でこれ洗ったら次のメインフェーズ1スキップね、次のメインフェーズ1スキップ確定した。ちょマジでやばい、あと残り40秒しかないクソクソデッキすぎて、クソデッキすぎてちょっと持ち時間が足りない疑惑がなんか浮上してる今。ちょほんまにやばい、ほんまにやばい、ほんまにやばい。でベアトリーチェ、えこれランク4して、ちょっと待って、ランク4してこれ、え、めちゃくちゃ趣味で出しちゃった。ちょ、デュガレスでこれ蘇生できるかなこれ、ちょっと待って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 、いや、これデュガレスしてる時間あるから。このデッキ300秒じゃ回せないかもしれない。いやこれあれだな、マジでちょ本当に信じられない速度で回す必要があるわ、このデッキ信じられない速度でこの信じられない速度でぶん回せば、まあ、ギリってなんか間に合いそう。この時マジでやばいな、もうほんと300秒にしたコナミマジで許さないぞ。300秒に、持ち時間を300秒にして遊戯王というゲームの駆け引きを、面白くなくしたね、俺らね、コナミとかいうね、会社を許さない俺は。え、駆け引きなんてあるかって、まあないな。これで切り返しはない。さあ、いよいよ緊迫してまいりました。やばいです。非常にやばい。あと残り50秒。こっからまず、ランク6を立てまして、で、これ攻撃費用じゃないといけないから、バトルフェーズスキップされ、あ、バトルじゃない。自分の、メインフェーズもスキップされるんでね、まあ、殴ったらすぐ勝てるようにしなきゃいけないんで、でこれで、クジラ、あ、じゃあシャチか。シャチ落として、で、一旦、これでまたもう一回戻さなければならない。やばすぎ。やばすぎうち。こうでしょ？で、こうでしょ？残り28秒きたー残り28秒きたー。いや、これギリギリ間に合いそうだぞ。これギリギリ間に合いそう。かなりギリだが。デュガレス、あー、また趣味出しちゃった。いや、でもこれは関係ないか、あんまり。これは関係ない。で、デュガレス効果発動。自分の墓地からモンスター特殊召喚現れよ、自爆神着地ある。さあてめえはバトルフェーズを行うことはできないぜ、このモンスターが守備表示に存在する限り。ちょ、バンダメージしてる時間ないな。いけ、風をつかめ、アクセスコールトーカー効果発動、すだめまして。いけるぞ、これでエンド。ちょっといらない、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 この辺にいらない、これもいらない、危ない！残り5秒。これでメインフェーズ1は完全にスキップし、さらにバトルフェーズをてめえは行うことができないため、メインフェーズ2も実質スキップされ、このスタンバイフェーズが終わった瞬間にてめえはエンドフェーズを宣言しなければならない。シャーハカーナ、今さら遅いんだよそんなガードは。打ったところで、まあ、何除外されてもあんま関係ないわ。危ない、オーケー危ない、
5億年ぶりに決まりました。ありがとうございます。5億年ぶりに決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これでね、殴ったら勝ちというね。あー、危ねえ。残り5秒だ。残り5秒。